皆さんこんにちは、門馬美希です。今日はショート動画で不思議と人気のある真央ちゃんです。でも残念ながらちょっとあの登場時間短いと思います。今回は今回はですね、よいしょ、お雑煮を購入したんですね。とある方により大切な雑煮が壊されてしまいまして、もうすごいショック。1ヶ月くらいショック受けたんですよね。以前紹介した動画を概要欄に貼りますが、大切な友人先生、まあ両方兼ねているんですけど、あの着物の先生とお揃いの夏着物を仕立てて、お揃いのカゴバッグを購入して、そんな方に作っていただいた大切な草履だったんですけど壊されちゃって辛かったのです。で、家の家財保険で修理もしくは同等のものの保証ができるということだったんですけど、手順が一回修理屋さんに行って修理見積もりを取って戻ってきて、その見積もりを保険屋さんに送って、で OK 出たらまた修理屋さんに行って修理してもらって帰ってきて、でまた受け取りに行ってっていう流れに なるんですね。でやっぱり草履なので、そんじょそこらのとこで直せないので、で私の家からは遠くて行くのが大変なんです。なのでこう行ったり来たりしてるのがすごく体力を使うので、そんだったらもう草履持ってって修理してくださいって言って、そんで帰ってきたいっていう思いがあって、こう何度も行ったり来たり嫌だったので保険は諦めて、あでも体力に余裕がある方はぜひそういう時は保険使ってください。でちょっと壊され方が尋常じゃなかったので、ちょっと修理をまだしてないんですけど、草履がないと外出れないのでお着物を着て、靴じゃ変だから一旦別の草履を購入したという流れなんですね。でこのお草履なんですけど、こっちかまあ一緒なんだけど、ここ皇族の女性が着られるローブデコルテ、ドレスの生地を使っているですね。それで気に入って
あ、これだって購入しました。うん、素敵ですよね。やっぱり、やっぱり違います。美しい、品があるし、土台もシャンパンゴールドで、シャンパンゴールドだからこう控えめな色合いで、上品な感じでいいなって思いました。で、まあ、肝心の草履は、今の時期っていうのが、冬は私が一番体調が悪くなるので、春になって回復したら修理に持っていこうかなって思ってます。ちょっと壊され方がちょっとすごかったから、無理って言われたらもう大切に保管する感じを取ろうと思ってます。ね、でも修理にね、持っていくのに草履ないと出かけられないから。あ、洋服着ていけばいいのか。もう壊されたショックで まあ、頭が回らなくて でもまあ素敵な草履が見つかったので嬉しいです。はい、草履が見つかって嬉しいのと、まあこういうケースは保険が効くよっていうお話でした 今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。